How's it going, everybody? This is Ray Lucius here. Today, I am here on Dragalios to resume Chapter 18 with the second half. Anyways, let's get back to the story. Now let's check out Shifting Memories. Oops. するのは忍びないが、致し方あるまい。すまない。どうか
許してくれ。説明している道順は正確なものか。はい。おいおい、どういうことだよ。どうしてナームが道を知ってるんだよ。以前ナームは南グラスティアから出たことがないと聞いたが。そうだよ。こんなところ一度も来たはずがないのに。知ってるの、全部見覚えがあるの。山も森も。ナーム、先ほども頭の中に声が聞こえたと言っていたようだ。そうなの。いきなり声が響いて、確か受け取れとかそんな声が聞こえて、そこから頭がグワーンってなって。はっきりとは分
からんが、ナームを通じ妖精国が我々に何らかの情報を送ってきたのかもしれん。これまで体験した通り、妖精たちは様々な力を操る種族だ。そのような術があっても不思議ではない。なるほど、ナームがこのような姿になったのもその術が影響している可能性がありそうですわね。だとすれば、元の姿に戻るためには妖精国へと向かう他に手立てはないだろう。ナーム、このまま進めそうかい？進んじまった方が良さそうだな。よし、山頂に向かおう。シーラ、それにナームも道案内を頼むよ。うん。The first time I did get to see Nott was during that reveal during the Gallo Dragalia video. Road to the Fairy Kingdom. Red. それにね、この大きさだったらもっとみんなを助けられるかもって、そう思うの。体が小さいせいでいつもみんなに
ことはないよ。俺もみんなも苦しい時にナームに何度励まされたことか。殿下のおっしゃる通りだ。ナームの明るさに勇気づけられ鼓舞されたおかげで我々はここまで来られたのだ。そうだぜ、体が小さいことを気にする必要なんてないからな。もちろん今の姿も素敵ですよ。美しい羽がとてもよく見えますし。ああそうだね。それにどんな姿でもナームがナームであることに変わりはないよ。君は間違いなく俺が知っているナームだ。不思議な種族だな。それでガトフ、妖精国の入り口ってのはどこにあるんだ？まさにこの場所に存在する。森と同じく侵入者を防ぐために隠されているのだ。ではまたシーラが入り口を権限させるというわけか。いや、妖精国への道を開くことができるのは妖精のみだ。つまり鍵となるのはナーム、気候だ。私がナームよ、湖に向かって妖精国へ入りたい旨心の中で強く念じるのだ。その願いが通じれば妖精国への道が姿を現すはずだ。通ずる扉が現れるはずだが、もしかして私のせいなのかな。私の力が足りないからこんな大きくなっちゃって妖精っぽくないし。ナームのせいじゃないよ、きっと何か他に理由があるはずだ。ナーム、もう一度試してみませんか？
And I think this is where I'm going to split the video from here. So thank you guys for watching up to this point. Don't forget to please hit the like and subscribe and hit the bell for a notification. And check out the description for my active Discord group. I do have an active group that pretty much like revolves around Dragalia. But anyways, with all that said, thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next part shortly. Later.